剣やろうかな。でも剣やるから、まあ、ホンダもちょっとやり、なんかホンダがちょっと楽しくなっちゃったんだよな。でも剣やった方がいいよな、多分な。多分剣やった方がいいよな。剣むずいらしいな。いや、でも剣やろうか。やろう。ナウマン、昨日一日使ってようやく剣の指導別現状項目まとめられつつあるから動画も撮ろうかなと思ったので、レシピか数えて。剣90個もあんの？え？ 90 個？ホンダやろうかな。え？ 90？ 嘘でしょ？マジっすか？ホンダ2つしかないっす。てか俺もそう思う。そこまで極めなあかんやつなの？別にこの極めなくていいっしょ、別に。自分が楽しめるぐらいでいいんじゃない？むずいよ、ね、むずくない？むずくね？むじいけど。無理だよ俺。あーこれむずい。これ安定しないね、確かにね。俺はコンボ練習だね。あーできました。あーできました。さすがコクだな。あーコクはコクだ、コクだ。やっぱりコクなんだな。コクできるわ。あーできるコク。ごめんね、ありがとう。最速でやるだけだ。なるほど。ラッシュ大パン、中パン、下大パン。あ、こっちが減るんだ。強靭雷追、強追撃、弱勝利も簡単。強靭雷弱派生だと中靭雷、うーわ90個ある。90個ある。どんどん出てくれ。90、中人のはずも、ああ90個本当にある。バカかよマジで。確かに1年かかるよこれ。90個あるわ。いやもう簡単なやついいよ別に。こんな EX 波動、ラッシュ2大パン、粉塵止まり、中盤だけど、そんなことできんのマジで。これか。むずすぎ。はあ。むずい。はあ。ああ。走って大中継中盤、あ中盤、オッケー。走って弱継中盤。いや無理じゃないこれ。いける？あーむずい、あーむずい。絶対いらないよこんなの。こんなのやるプロゲーマーに任せとけ。絶対いらない。絶対いらない。これは SFL で見てすげーって言おう。俺がやるもんじゃない。でもカプコンすごいゲーム作ったな。伸ばそうと思ったら伸ばせるんだよプロは。波動と勝ち合って EXOD OD 波動打てばダメージ取れて密着できるっていう、俺らが考えつかないコンボが、難しいコンボが一応できるようになってる。素晴らしい、いいゲーム。梅原、藤村やれ、お前らはやれ、俺らはやら。 EX 波動でいい。はい勝った。さあ次どうしよう。これでいい、これでいい。初心者これでいい。いやこれマジやばい。こんなできるやついねえよ。これ決めたらかっこいいな。これは梅原2万回やれ毎日。俺らはやんねえ。妥協でいい。俺はもうこれでいいよ。これでいい、これでいい、これでいいわ。これでいい、これでいい、これでいい。
これかっこよくねえか、これでよくねえか。4360は梅原、4360を5000にしろ、640増やせよお前らは。やっとれ。俺は4360でいく、これでいい。やべ、俺もかっこいいしな、これでいいよな。ああ4360でいいやん、気持ちいいや、目立つし、うおーってなるもん。これでも、これでも全然国にすげーってなるもん。なんだよこれ、これこれやってどうすんだお前、どういう意味なんだこれやって、これ当ててどうすんだおめえは。一生やっとるゲーム。梅ちゃん S2 で24戦だらけだ。なうまー、早く90個の動画頼む。必要なやつ4つだけ、重要なやつ、覚えるべきやつ4つだけくれ。それだけでいい俺ら、庶民なんだ俺らな。まあ知らんそうかすると、どっちすごいし分からんし、お前これの方がいいだろ。俺でもかっこいいだろお前、かっけよくねえか。いいぞこれ、あーかっこいい、ほらほらヘッド、あーすごい、ここにすごいって、あれ EX はどうかな。てか大パンが先端でもどうせ続くから、意外とこれ意外と実戦でレベルかもしれないこれ。しかも円大パンだったら結構早めに届くわ。あ結構これはいける、あ来ました、疑似梅原できます。みんなみんな初級者、初級者でも疑似梅原できる。端々で EX アド噛み合うが疑似梅原いける。先端でもこのこれがこれがいいシステム、これマジ先端だと一回これで休めるから、これ疑似梅原いきます。疑似原ほらこんなトークも届くから、端々届くからね、やばいこれ強いわ、端々届くもん、ほら端々届くからね、これ強いわ。ただ剣はおもろそう、確かにやることが深いし90個あるって言われて分かるような気がしてきた。ただ全部覚えるけない、だから覚える必要ないわ、こんなもん全部あいつに任せよう、あいつに任せて俺らは剣で楽しく人雷竜巻、粉塵竜巻裏当てやってない、何それ剣やだ、詰め込まないでそんなに、詰め込みすぎ、初日ってか2時間詰め込まないで、スライパンから中陣来客でいい、裏当ても必須根だよ。やだー、もう嫌い、みんなやめて、はい詰め込まないで、インパクトパニカコもいちいち難しい。誰が使う、バカ野郎、頭突きとケツにもケツでこまだけちゃんこ食わんかい。それが一番楽だったけど、後半の派手さがあって、でもね楽しそう、コントロールキャラだから絶対おもろそう。